はい、皆さんこんにちは、高橋圭です。この音声ではアメリカから雑談を取っております。その第27回目です。今日はですね、あんまりネタを用意してなくて、時間が経ってる割にあんまり喋る内容ないなと思っているんですが、ちょっと何、でも1週間に1点はやるって言ったのでやるみたいな感じの回です。結構ね、小説とかさ、読むときに、最初の方を読んでふんふんと思ったりとか、最後の方を読んでふんふんって思って、その小説を読むか読まないかっていうのがあると思うんだけど、最後の方を読んじゃうと結末が分かるからあれなんだけど、この中間のところを読むとその小説が面白いかどうかが分かるとかっていう説があるのね。で、まさにですね、最後こう通して聞いた時に27回ぐらい目ってその中間ぐらいに当たるのにもかかわらず、なんか最近この音声が手抜きになりつつあるっていうような感じになっていますね。なんかね、自分でもバランスが悪いと思ってて、この YouTube と、あとブログと、で、っていうようなバランスをちょっと考えるときに、なんとなくね、もうちょっとブログ率を上げた方がいいなっていうふうに個人的には思ってて、ここでね、喋っても、まあ、俺の喋る練習にはなるんだけど、こう、なんだろうな。なんか、後で聞いた時にあんまり納得できてない部分が、俺としては多くて、で、どうしてもブログに書いちゃうと、なんだろう。なんか複雑になりすぎちゃって、自分でも結構後で追うのが大変みたいな感じになっちゃうことが多いんだけど、でも、それでも、ちゃんと読めば、ああ、それを言ってるのかって俺はわかるようになってるんですよ。けど、YouTube でこう喋ると、なんかね、分かりすぎちゃってつまんないんだよね。まあ、それでいいんじゃないかって感じはするんだけど。まあ、その辺が難しいところです。で、今日は、昨日ですね、俺が書いたブログがあるんですが、修練不足な精神性の隠れ蓑に使わないでっていうようなことを俺書いたんですけれども、これ結構、個人的に、難しいんじゃないかなと思うので、これをちょっと、この話をそのまんましてみようかな、というふうに思います。何を要するに書いているかということを、セルフツッコミを入れるというようなことをちょっとしてみようかな、と思います。実は、これは元ネタがあってですね、エーリッヒ・フロムの愛するということだっけとかっていうようなやつがあるんですよ。でそれなんか俺、YouTube で偶然Eテレのがアップロードされてるのを見てですね。で、エリヒ・フロムの愛するということについてみたいなのが、また、新州読書会の宮沢さんが挙げてたので、それを聞いたりとかして、で、ちょっといろいろ書きたくなって書いたんですよ。愛するということについてだっけ？なんだっけ？で、ね、愛するということか。The Art of Love かな。で、まあ、別に著書を俺は読んだわけじゃないし、ただなんか人が解説してるのを聞いてですね、分かった気になっているのも良くないので、特になんかそういうのはあげなかったんですけれども、ネタとしてはなんかそういうネタです。必ずね、俺ブログ書くときってネタが絶対あるので、こう、あんまり自分がオリジナルでこう発信しましたみたいなのってほとんどないんですよ。で、必ず何かの作品を見たとか、何かの小説を読んでるこの一幕だとか、なんかそういうことをフューチャーして書いてるので、まあだからっていう部分もあるんですけれども、結構ね、こう最近感じてるのは、ブログに書いたりとか、ツイッターでなんかつぶやいたりとか、ここでこうやって喋ったりとか、まあ相談メールでもいいんだけど、なんかそれを、どういうスタンスで聞いてくれてるのかなっていうのが俺としてはすごい気になっていて、で、基本的にね、例えば今は結構こう成功している体の状態だから、またそういう人が来たりするんだけど、去年とか、まあもしくは今年度のちょっと初めぐらいの時っていうのは結構こう現状うまくいってない人が俺の言葉をありがたがってくれるみたいなところがあるわけですよ。で、それは全然いいんですけど、それ自体は。けど、なんだろうな。まあ、大きく分けて2種類いて、うまくいってない中でも2種類いて、
自分の信念とか哲学があってどうしても世間とそれは相入れないと。で、世間と合わせるだけの能力は有してるんだけど、そこで合わせちゃうと自分の信念として許せないからっていうタイプの人が俺のことを気に入ってくれるっていうケースがあるんです。で、これはすごくいいパターンね。で、俺もそういう人がリスナーでいてくれるとすごい嬉しいし助かるなと思うわけですよ。で、もう一タイプいて、それはですね、能力として社会にアジャストできないんだけど、だけど俺の言葉を聞いてると大義名分が得られるから、つまり哲学を快楽としてこう解釈してて、別に俺が言ってることが哲学的だって言ってるわけじゃなくて、俺が言ってるような、まあ今哲学って言っちゃったからあれなんだけど、まあでもそういう類の人っているじゃん。要するに、俺の言葉じゃなくても哲学的なことっていうのは快楽だっていうふうに思ってて、自分が怠惰でいてもいいだけのその隠れ蓑になってるみたいなタイプの人もいるっていう、こうの2種類がいてですね。で、俺個人としては何でもないリスナーがどっちであろうがどうでもいいっていうか、まあ関係ないからね俺と。で、別にそれは全然いいんだよ。どう聞いてくれても、例えば顔が見えない相談者とかに対しても、どうとも思ってないっていう部分があるわけね。で、どうとも思ってないっていうと、ちょっとまた語弊があるかもしれないけど、好きとか嫌いとかはあるんだけど、なんだろう。そこで俺が感情を有しない。あらゆる。まあ、全体としてこういう人はこう。こういう人は、まあ、どちらかといえば好き嫌いっていうのが冷静で見えてる状態なんだけど、周囲の人がこの怠惰さを、自分の怠惰さを隠れみのに俺の言葉を使ってたりとかするとすっごいイライラするんですよ。で、これ結構気づいてなくて、こうその瞬間共感しちゃうから結構気づかないんだよね。っていうのは、なんか俺が言うと、例えば本来論文っていうのはやたらめったら書くもんじゃないみたいなことを言うじゃないですか。そうすると、論文をたくさん書いて、そこにとにかくアジャストして、その最適化してるような人たちが、俺に反発してくるのはわかる。で、まあ、そういう人は自分に価値観がないし、ただ周囲にアジャストしてるだけだから、俺が全く違う軸でポンって入れると、こう、直感的に自分の敵だっていうふうに判定されて怒るっていうのは、それはわかる。で、問題は共感してくる側の人で、共感してくる人で、論文をたくさんブワーって書いてるっていう人は、それはまずいいよね。要するに、能力としてできるけれども、本当は違うよなって思ってるっていう部分があるから、一見するといいように見えるんだけど、実は、っていう部分がある。まあ、つまり、なんて言えばいいんだろうな。そういうことを言ってる俺のことを高橋圭の言ってることが理解できるから、できるけど、自分は論文たくさん書ける。で、理解できるんだから俺はマシだ。っていうふんぞり返り方をしている。っていうのが、イラッとするケース、その1。それは別に、まあ、さっきも何回も言ってるけど、何にも関係ない、俺が知らない人がどう思っているか、それは、まあ、知りませんっていう話ね。そうじゃなくて、周囲の人でそういう人がいるとイラッとするっていうことですよ。で、だからその瞬間俺がこうやって話しててこうなんか返してくれるわけ。その通りだよねとかっていうふうに言ってくれるんだけど、結局それで分かってるところでこのなんていうの、その理想的な部分っていうのを俺に受け負っちゃってる部分があって、それがすごくイラッとするっていうのがまず一個で、まだ問題はあってですね、これはねまだいいケースなんですよ。どちらかといえばすぐ分かるし、なんていうのかな、発覚するのが1週間以内とかで済むんですよ。これは、まだ軽症で済むわ。で、問題なのは、実際に、例えば、まあ、論文だったら論文、学歴だったら学歴でいいんだけど、もしくは年収とかでもいいんだけど、なんかそういうものじゃないよね、みたいな価値観を入れたときに、それを持ってない人の反応なのね。で、その持ってない人が、自分の、信念があって、軸として信念があって、それが俺と共感している場合っていうのは、これはすごく嬉しいし、ありがたいわけ。話してて楽しいよね。で、しかも、その関係性っていうのは、
なんだかんだ長く続くわけですよ。で、もちろんその一概に01じゃないからね、論文だったら書くか書かないかじゃないから、ある程度書きながら、でもこうだよねっていうような、こう中途半端な間柄になるじゃないですか。で、そこに対して問題なのは、どちらかというとそうだよねって言ってて、自分の怠惰さをこう快楽に俺の言葉によって変換しちゃってる人っていうのがいてですね。で、これはね、結構ね、きついんですよ。なんでかっていうと、俺が気がつかないから、その人、そういう人だっていうような発想がなかなか出てこないっていうのが問題なんですよ。だから、気がつくのに1年、2年かかったりとかですね、下手すると5年ぐらいかかって気づくっていうこともあるわけですよ。なので、なかなかね、その時は楽しいし、しかも、こう、あ、分かってくれてるみたいなことを思うし、こう、なんか俺がアイディアを投げたりとか、で、その彼もアイディアを投げてくれたりとかしたときに、ああ、新しくまたアイディアがこう、精神構成されていくみたいなので、嬉しさを感じるんだけど、でも、よくよく考えてみると、そこに対して、こう、まあ、それこそメインストリームじゃないんですよ。その彼、彼女の中の、メインストリームの感情ではなくて、どちらかというと今その場しのぎとして出してるものだから、そこで共感してっていう、その人にとっては一過性のもので、でも俺にとってはずっとそうだから、ここに気がつかないのは俺が問題っちゃ問題なんだけど、けどね、結構それが上手い人が俺の周囲にいうる状況がかなりあって、それがね、きついなってことを書いたんですよ、実は昨日。で、そうそうそう。だから、なんか、何かの関係性みたいなのを、まあみんな望んでるわけじゃないですか。まあ、ね、要するになんか、なんかの歌詞であった気がするけど、縛られたくないって叫びながら何かのつながりを信じてるわけね。確かね、確かそれはね、宇多田ヒカルのなんかだったと思うんだけど、まあそういうことってあるじゃないですか。で、その、縛られたくないっていう最初の思いっていうのは、くだらないルールだとか、くだらないなんかロジックだとか、もしくは集団的な圧力だとかに縛られたくないって思ってる人がいる。だけど、その上で何かつながりを持ちたいって思ってるっていうのは、なんか本物のつながりを持ちたいっていうふうに思ってるっていう部分が、あって、だから縛られるっていうこととつながりがあるってことは別だよっていうような話なんだけど、どちらかというと短絡的でもいいから、もしくは集団的圧力っていうものに市場価値を置いてもいいから、とにかくこうマジョリティの価値観が正しいんだっていうふうに判断してる人もいてですね、世の中には。要するに自分の価値観をどうにか構成していくっていうことをまず前提にするんじゃなくて、もしくはそれと対等ぐらいの位置づけとしてマジョリティの意見を採用してしまうっていう人がいるんだよね。で、俺はそれだと信頼関係って結べないと思ってるわけ。つまり、まず、まあ、最近ツイッターでも何回か書いたけど、まず本当に信頼関係を得たいんだったら、自分一人で入れるだけの力をつけなきゃいけないんですよ。で、この孤独に入れるだけの力をつけるっていうのが、それこそエーリヒ・フロムが言ってるらしいんだけど、俺は読んでないから分かんないけど、っていうふうに言いてると宮沢さんは言ってたんだけど、で、あ、そこすごい共感して、そうだなと。つまり、まあ、愛とかっていうとすごく、こうなんか、なんだろう、そこまでのことじゃないんだけど、俺はだから信頼関係っていう方が正しい気がしているんだけど、信頼関係を得るためには、まず個人が自立して独立してないといけないんですよ。誰かに、誰かもしくは何かの集団に依存している状態だと、なかなかそれは、信頼関係を得ることはできないんじゃないかなっていうのが最初の発想ね。で、もちろん孤独を孤独のまんまでいてもしょうがない部分があってですね、まず孤独で入れるっていうのがスタート地点なんだけど、みんなここを無視しちゃってる人が多いんですよ。で、とにかく最初に自分の敵か味方かっていうのを決めてですね、ツイッターとか見てるとやたら多いけど、で、
こうやって騒いでればみんなに共感を集められるっていうような部分があったりとかしてですね、もしくはこうとにかく人を蔑んでみたりとかするっていうのは何が前提になってるかっていうと、俺は自分個人で一人でいることができない人だからだなと思うわけですよ。まあ、例えばさ、よくね、俺なんかは生物もやってるし物理もやってるし、やってるって言っていいのか分かんないけど、やってたし少なくとも。で、まあ、科学の研究室にもいてるし、まあ、それは俺の研究分野的にしょうがない部分じゃないですか。で、そういう俺個人がですね、でも物理はこうだよねとか、でも生物はこうだよねみたいな意見を言った時に、例えば完全に生物しか知らない人が俺のことを物理だっていうふうに決めつけて、お前は物理なんだから絶対生物のことは知らないはずだっていう感じで、意見を言ってきたりすることがあるんですよ。それは日常生活でもそうだし、ツイッターでもそう。アメリカ来てからはないけどね、そういうこと。けど、日本にいるときはですね、そういうのすごい多くて、すごいイライラするんですよ。お前の、それってね、実は生物とか科学とか物理だけに感じてるわけではなくて、文系の人にも感じるのね。例えば文系の人が国語ができるみたいな、あれ言うでしょ？で、勝手に俺のことを国語できない人だと決めつけてくる時があるんですよ。で、いや、お前の数学ができないっていうことと、俺の国語が少し苦手だっていうことを同列に扱うなって思うわけですよ。わかる？この言ってる意味。だからそれと同じことを生物とか物理とかにも感じるわけ。物理学科の人もそういう人がいるからね。あなたは生物なんだから物理。もうできないでしょみたいな決めつけをしてくる人がいるわけで、なんでその自分ができないっていうことと俺ができないっていうことを同一してくるのかなとか思うわけですよ。で、なんかそれはどちらかというと、そうだから最初に言った話で独立することができてないんじゃないかなと思っちゃうわけですよ。自分はなんかこう生物専攻っていう集団の中にいる、もしくは物理専攻っていう集団の中にいる。で、しかもそれがね、学部生とか修士の学生とかだったらいいんだけど、 PhD 持ってる人までそうなってきちゃうと、 PhD ってさ、自立してるって俺大前提だと思う。まずね、媚びへつらわないっていう、とにかくちゃんと自分が思った意見を言うっていうのが最低ラインだと思うんだけど、 PhD 持ってる。で、なんかそれもないと、それ、そういう、しかもね、なんかそういう話をそういう人にすると、どういうことが返ってくるかっていうと、なんか、そういう意見みたいな自分のものはありつつ、集団的な圧力っていうのも空気を読むっていうことも大事だみたいな、足並みを揃えるのもそれはそれで大事だみたいな、その、自分の信念と集団的なマジョリティの価値観っていうものを同列に扱ってるのが俺が信じられなくて、まず絶対的に自分がいるっていうことが俺は大事だと思う。で、この視点が足りない。で、足りないっていうのは誰に足りないかっていうと、みんなにも足りないだろうし、俺にも足りないなと思うわけですよ。所詮俺も一人じゃいられない部分があってですね。で、そういうところをイラッとしている自分っていうのにもイラッとするわけですよ。わかるかな？結構複雑なんだけど。で、しかもね、厄介なことに、もうこれ本当に厄介なことなんだけど、その自我っていうものを完全に独立させようとする人間よりも、どちらかというと、この人はこの人、あの人はあの人で、違う物理法則で、まあ、成り立っています。なので、ああいう人のことは自分とは関係ないんだからどうでもいいやっていうふうに、自分勝手になればなるほど、偏差値が高くなるような日本社会っていう部分があってですね。まあ、要するに人のことばっかり気にしてるような人間っていうのは、座学での賢さって得られないじゃないですか、今の日本社会って。でも、実は人のことをすごい気にしてておせっかいな人っていうのが、リーダーシップを取るべきでしょ。っていう発想が俺にはあるんですよ。で、いや、そっちの方がみんなのこと分かってるから、正しく人を先導できるじゃん。けど、そうじゃなくて、なんかよく分かんない暗記だけのスキルをもってして、で、その
この暗記軸の中で一番トップのやつが、しかもそいつはこう人のことを考えなかったからこそ暗記できる時間がたくさん取れたわけで、でその時間を犠牲にしてるっていうことを努力だっていうふうに名前をつけてですね、で、俺の方が偉いんだみたいな社会構造になってるのが俺は結構まず無理ゲーだなと思うわけです。でそこの精神性の修練を積もうとしてない、だからまず孤独に耐える、もしくは独立する、自律的に生きる、自我をきちんと形成するっていうような部分がない人とは原理的に信頼関係を俺は結べないなと思ったんですよ。でもちろん多分ね、エイリヒ・フロムが言ってることっていうのは俺は読んでねえけど、なんとなく言いたいのは、たとえ相手がそうであっても、あなたが技術として持ってるかどうかが重要ですよっていうことを説いてるんだと思うの。だけど、あのね、俺はね、結構それは難しい気がするんだよねっていうのは、時代が違いすぎるかなっていう、そこは。あまりにも幼い人が多くなってしまったので、それは幼いっていう意味がですね、この具体的な能力がないとかっていうわけじゃなくて、気持ちの上での能力が低い人が多分ね、マジョリティを占めちゃってるんだよね。しかもその若い世代だけじゃなくて、多分ね、60代とか今の70代ぐらいまでそうなんですよ。もう結構みんな幼いわけで、まあだってさっていう話じゃん。その70近い先生が俺みたいな、その半分も、自分の年の半分も行ってない若造になんかちょっと言われたぐらいで本気で怒り出しちゃうような人とかも俺たくさん見てるので、そういう人がいる時点で幼いじゃんとか思うわけですよ。だって俺のさ、半分以下の子が俺に何言ってきたって俺ムカつかないからね、少なくとも。なんか大人げない行動も取らないですよ。で、それ何を言ってきてもだよ。言うだけだったらね。で、俺言うだけのこと以上はしてないんですか。で、なんかそこに対してあまりにも自分が成り立つためにはどうすればいいかみたいなところを考えちゃってて、人のことを考える余裕がない。で、まず孤独になる。で、その次に誰かのために何か役に立とうっていうふうに思ってみるっていう視点が大事で、孤独になれるっていう人は俺は世の中では多くなってるように見えて、実は孤独になることができてない人が多いんじゃないかなと思うんだよね。で、俺自身はそれはできてる。けど、俺は少なくとも、なんだろう、社会全体をより良くしようっていうようなところまでは俺は思えていない。で、なぜかというと自分にそこまでの能力がないと思ってるから。で、俺はだからある集団、もしくはある一つのこう領域、まあ、例えば、まあ、大きく言えばアカデミックぐらいだったら、どうにかより良くしようっていう気持ちはあるんだけど、なんだろうな、例えば、日本社会全体とか、もしくは、なんか、世界から KKK をなくしますとか、なんかそういう、こう、かなりでかいことに対して、チャレンジしようとはまず思えないわけね。なんていうの、博愛的になれない。で、博愛的に、いや、このエイリヒ・フロムが言ってることが、俺がよくわからない部分っていうのは、まあ、読んでないから何とも言えないんだけど、読めって話なんだけど、俺が少なくともなんか解説の音声を聞いた中ではですね、一番よくわからないなと思ったのは、博愛的になればなるほど、個人的な愛からは遠ざかっていくんじゃないかなと思うわけですよ。で、相手が誰であってもいいっていう帰結には俺はできない気がするのね。そう。だからこのなんか解説の中では、どんな人が自分にフィットしてるかっていうことを考えるよりも、とにかく好きになった人に、愛を伝えていくのが大事だみたいなことを説いてるんだけど、それって結構無理ゲーなんじゃないかなっていう思っていてですね、確かにその視点はすごく大事だし、ある地点のところまでは頑張んなきゃいけない、ある時点のところまでは頑張んなきゃいけないんだけど、なかなか途中で無理っていうことはあるんじゃないかなと思っていて、でその
スレッショルドはどういうふうに俺はつけてるかっていうと、まず最初に、去年から何回か言ってるんだけど、クズじゃないかどうかっていうのがすごく大事で、クズっていうのは何かっていうとですね、ちゃんと定義すると、弱者を迫害することによって自分が成り上がろうとしたり自分の安定を保とうとしたりするやつのことです。で、これをしている人はとにかく俺の周囲からは排除したいっていう発想があって、基本的に自分のゾーンの中にそういう人を一人も入れたくないっていう気持ちが俺はあります。なので、まずそれね。まずそれなんだよ。で、それだけじゃないわけ。で、それでね、俺の予測では 99.5% ぐらいがいなくなるんですよ。なので、だ1000人ぐらいにまず会ってなきゃいけないわけね。で、残り5人ぐらいしかいない。で、この残り5人の中でさらに、ある程度精神的な鍛錬を年齢的に適切なレベルで積んでる人っていう風になると、多分ね、これが半分ぐらいになるんですよ。もうそうすると、1000人見つけてですね、2.5 人、まあ、2人か3人ぐらいしかねっていう話になってくるわけですよ。で、このスレッショールドが厳しいのは分かってはいるんだけど、けど、このスレッショールドを保っていない限り、自分がなかなか、安心できないっていう部分があってですね。で、なかなか、なんていうの、貧しい現状なんですけど。いや、まずね、クズが 99.5 っていうのはね、俺、ほぼ正しいと思うんだよね。いや、そんなことないよっていうふうに言うかもしんないけど、結構、俺は見て見ぬふりもクズに入れてしまうので、なんかそれは当たり前になっちゃってると思うんだよね。で、いや、例えば、だから、前にも何回か前の音声で言ってるけど、研究の現場で、論文に貢献のある人を、名前を入れるんだとしたら、環境セッティングをしているくれてる人も名前に入れなきゃいけないじゃんっていう話になってくるじゃないですか。で、いや、もちろんその論文の内容をきちんと理解してるとか、そういう視点はあるんですよ。けど、少なくともアクノレジメントとか、そういうところに入れるとか入れないとかっていう話になるじゃないですか。で、そういった話をしたときに、例えば、掃除してくれてる人だとかっていうのが出てこない。話の中に出てこないっていうのが、俺だって自分以外からそういう話を聞いたことがない。だから、なんか、そんなのはもう当たり前になっちゃってて、だって俺はなんかちゃんとすごい勉強してきたから、それは、そういうのに入る、権利があるでしょっていうのをすごい当然視してて、で、そういうところに、こう、着眼してこなかったから、大学で掃除とかしてんだろう、みたいな、差別意識がすごいある気がするわけね。で、それって弱者を迫害して、自分が安定しようと思っているってことなので いや、だからってね、だからって実際に本当に入れた方がいいとかっていう話をしてるんじゃないんですよ。じゃなくて、本来はそうだよね、みたいなところの議論がちょっとでも出てくれば、俺それでかなり救われる人はいると思うのね。で、なんかそこの視点の狭さ、視点の狭さじゃない、視点の低さが、俺はすごく気になって、いて、なんでみんなそんなに視点が低いのかなと。視点を高くすればもっとなんかいろいろ見えることがあって楽なのに、視点が低いから苦しいっていう状況があって、で、今やっぱ話してても思うのは、そうなってくると無能なやつっていうのはクズなのかっていう話になってくるんですよ。要するに、その年齢でその学歴でその立場でその業績でその低い視点でいるっていうことは罪なのかっていう話になってくるんだけど、それはね、難しいんだけど、程度の問題はあれど、やっぱり向上しないと罪なんじゃないかなとは思うんだよね。向上しようとしてるっていうのが前提になる気がする。だからどんな言葉を持っててもで、そうなのよ。なんだっけ、心の刑じゃないですけどね。そうね、心の刑じゃないですけど、やっぱ成長しないっていうふうに
思うっていうことは罪なんじゃないですかね。っていうふうに思うんですけど、どうでしょうか。罪であるんだっけ。これで合ってるっけ。あれ、なんかどう忘れしちゃった。ケイが言った言葉ってなんだっけ。こういう時にですね、メモを取っていないと、こうやって、あらが出てくるんでね、俺が、いかにちゃんと記憶していないかということが、まあまあまあ、各自ググってください。ずっと忘れちゃった。まあいいや。で、まあ少なくともそんなようなこと言ってるじゃないですか。で、そうね。だからそこに戻るのと、プラス、その、精神性の修練を積んでない人が誰かに理想を投げつけてですね、でその人が理想を叶えてくれればいいみたいな感じにするのはやっぱりどうかなと思うわけですよ。それが自分の子供であれですね、自分の親友であれ誰であれ、やっぱり受け負いで自分の夢を託すみたいなのは良くなくてですね、でその修練が足りてない人ほどそれをやりがちだなと思っていて、なんか要するに自分が何もできないにもかかわらず、でもなんか環境が違うからみたいな言い訳をしてですね、相手に何かを託すっていうのは良くない。で、それはどうしてそういうことが起こるかっていうと、自分の自我がきちんとしてないで集団に流されているから。だから、集団と自分っていうのを比較するから、ずっと比較するから、集団に比べて自分よりもこの人に託した方が社会的にインパクトを与えるっていうふうに思っちゃうわけで、そうじゃなくて自分は自分の人生なんだから、その中でこうより良くしていけばいいわけで、でそのそういうふうに思ってる同士の相手じゃないとなかなかね本当の信頼関係ってつかめないんじゃないかなと思うんでね。で俺はそのなんだろう、一過性っていうものは虚しいと思っていて、その時々で気の合う仲間がいればいいじゃんっていうふうには俺は思えないので、どちらかというとまあ結構コメントをいただいたんだけど、時間依存性がないっていう間柄っていうのをいかにまあ少なくとも生きてる間ぐらいの時間は作っていくかっていうのが大事だと思うので、なかなか厳しいスレッショルドだけど、そのままにしておこうかなと思います。死ぬのを昨日書いたつもりだったんですが、ねえ、まあなかなかこう言葉で言うと多分簡単なのか、まあでも多分ね、言葉で言ってても結構わかりにくいし、俺も考えながら喋ってるからなかなか難しいんだけど、そんなに俺は単純じゃないし、かといって、いたずらに難しくするつもりはないんだけど、そんな風に思ってるかなと思います。まあなかなかね、この、精神性っていうのは修練が必要だっていうのは面白い解釈だなと思いますよ。みんなあんまりそういう風に思ってないでしょ。要するに、数学とか物理とかもしくは英語とかなんか音楽とかなんかそういうものは修練を積まなきゃいけないっていうふうに思ってるんだけど、精神性とか感情とか誰かを愛することとか誰かが好きで居続けることとかっていうことに対してはなんか努力が必要ないっていうふうに思ってるんだけど、このエリヒ・フロムの少なくともすごいなって思うところはこれは努力だっていうふうに言い切ってるところが俺は結構すごいなと思っていてですね、なるほどと思ったので読んでみたいんだけど、なかなかこっちにいるからですね読む機会はなくて、そうそうそう、なかなかねその好きな本を好きに手に取るっていう環境にいる人は俺は羨ましいですよ最近、まあ俺もついこの間までそうだったわけで、やっぱり失ってみて気づく自分の幸せみたいなのがありますけどね。ちゅうわけで今日はこのぐらいにしときましょうか。というわけでですね、やっぱり取り留めもない、あんまりまとまりもない話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。今日はですね、修練不足な精神性の隠れ蓑っていう昨日書いた
ブログについて少し説明をしてみました。まあそんなもんかね。ちょっとね、この雑談のシリーズをどこかで方針転換をしようかなと思っていて、例えばもうちょっと短いバージョンを作るとか、あとはなんか英語でこれをやってみるとか、あとなんだろう、そうね、まあ短くして英語にするっていうのはいいかもしれないよね。3分ぐらいにして、で、それ英語っていうのは、まあ俺の英語の勉強にもなるし、外国人の幅も広がるだろうし、いいかもしれないですけどね。で、それがいつからできるかっていうのはまたちょっとわからないですが、俺は思いつきで行動できるので、多分突然ポンって変わるかなと思います。まあね、どうしても日本語のリスナーが多いから、日本語で喋ってた方がまたそれはそれで伝わるっていう部分がある気もするんですけれども、あんまりずっと同じことばっかりやってるってもですね、俺がつまんないので、何かは変えようかなというふうに思っていますという予告をして終わっておきましょう。というわけで、面白いなと思ってくれた方は、グッドボタンを押してくださると幸いです。またチャンネル登録も募集しておりますので、よろしくお願いします。では、またね。